皆さん、こんにちは。私は民主党の企業団体委員長代理の参議院議員の谷博之でございます。今日は民主党が政権を担った後、新たな公共をより前進させようという、そういう視点で取り組んでいる責任者として皆様方にご挨拶をさせていただきたいと思います。さて、鳩山総理は施政方針演説で、命を大切にする、そして新しい公共を生み出すんだ、こういうことで皆様に約束をさせていただきました。そうした大きな柱、課題を具体的に実現をしていくために、私たちは今そうした分野で NPO の皆さんと活動のスタートをさせていただきました。党内にプラットフォームを作り、そして NPO の皆様方は横断的に市民キャビネットという大きな組織を作っていただきまして、今その両者が定期的に様々な分野の課題について意見交換などもさせていただいております。そして、来月には NPO の皆さん方の活動を具体的に支援をする来年度の予算編成に向けての要望の取りまとめ、あるいはまた皆様方の活動がより前進できるように税制上のさまざまな優遇措置についても、今年の秋の政府税調への申し入れ等も含めて検討を開始しているところでございます。そして一方では政府の中にも同様の趣旨の円卓会議ができておりまして、そちらの方でも検討しております。そういう私どもの党の方で行っている活動と、そして政府の活動が連携を取って相まって、より良い形にこれからそうしたものを実現をしていこうというふうに思っております。そして最後に、全国の各地で大変熱心にこの分野で活動している皆さん方との意見交換についてもこれから行っていこうということで、もうすでにそういう活動が開始をされております。私たちは今まで本当に熱心に取り組みをしていただいた多くの皆さん方のその思いを共有をさせていただきまして、そして政権を担った私たち民主党がより一層連携を深めた活動ができるようにこれから努力をしてまいりますので、どうぞ一つご理解ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。